ありがとうございました。いただきます。お弁当はこちらと、2段。ひなだ、あ、違うの、2段。いただきます。だからさ、今日はごめん、昨日言ってた歌を全然覚えれてないです。ごめんね。本当になんか急だったのにありがとう。本当にありがとうね。急だった本当に急だったのに。であれでしょ、12時半とかでしょ、通知来たの。でもあんまりうまくいってないから嬉しいけど、ショールームの時に電話来た。泊まってた時に、すごい。ありがとう。そう、ハナに声がかかったんだよ。それも嬉しい。なんか多分あれです、その2番目に電話かかってきた人。びっくりした。ありがとう。ペンギンタワー、嘘、タワー、そう、
ありがとう、いっぱい団子とか。嘘でしょ、タワー、どこに。私には見えないんだけど、なんで。うん、嬉しいよね、ハナならいけるって思ってもらえたのかな。ペンギンが10個。そう、ありがとう。でも映ってないの。ほら、何時間前、 3? 最新型って10時くらいに終わったでしょ。あ、違う、配信の時間だから多分8時15分から配布してて、うんね、10時くらいで、なんかまあいろ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 やってて、10時少し前くらい。でもね、全部は出れなかった。8個しか曲が出れてなくて、でもちょっと自分が8個1日で覚えれるんだっていうのもびっくりしたけどね。そう、自分が1日、そう、8個です。前、一番最初3曲しか出れなくて、アンテナをちょっと断念したんです。で、第6巻でジェラシー飛ばしたんですよね。レタウト、仲間、プール、手紙。そう、頑張ったよね、結構。4日のポジじゃない。でもどう頑張ってもね、そのレッスン場に着いたのが11時40分とかだったの。だからちょっと泣きそうだったっていうか、泣いてたんだけど、美味しいよ。でも本当に先輩たちも優しく、みんな優しくて、なんかめっちゃリハが伸びちゃったのなんだけど、いやでもなんか出ない曲の時に立ち位置確認して、ね、そう、そう、優しい、本当に皆さん。ありがとうね。みんな帰ってくるときもういっぱいの人が今日よかったよって。そう、ゆうねさんとこんな形で出るとは。うん、でもな、なんかみゆちゃんを見に来てた人たちにちょっと申し訳なかった。こんななんかちょっとしか出ないみたいな。誰か今かなかった？本当？
ゼロ感よかったじゃん。褒められてないだってみんな超優しかった。ありがとう、みんなそんなこと言ってくれて。でも観客の皆さんがあったかかったです。とみゆちゃんからありがとうって、ありがとう、なんかごめんねみたいな。4日までには直すねっていう連絡が来ました。うん、ぬくるで号泣でした。うん、入院？あ、大丈夫？楽しかった。直近じゃない、かけらせ準備してた。嘘ね、ゆねさんと、うん、今日なんか本当に写真撮る心の余裕があまりなくて、だから本当に全然写真撮ってない。ね、うんうんうん、あ、出てきたわ。すごいね。ありがとう団子。ね、ティーンズユニット投票今日までです。もう遅いけど。よかった。ね、見つけたけど、あの見つけたけど今日は本当になんかレスとかそういうの、あ、テロップないじゃん。本当だ、あと4万ポイントらしいです。よろしくお願いします。なんだっけ、全然余裕がなかった。本当、そう、アバターまであと4万ポイントくらい。ありがとうみんな本当に。でも今日はちょっと本当は歌おうと思ってたんだけど歌えないので、あの覚えてなくて。うん？ありがとう。本当ピザあったと思った。でもなんか違う、あのね。てるお花組を見つけたらもう泣きすぎてやばかった。ありがとう、なんか、え、ありがとう、え、タワーありがとう。いや今ここ事務所だからちょっと気まずい歌うの。うん、いいの？ありがとうみんな。うん。ね、55日連続。うん。うん。ありがとうございます。ありがたわです、本当に。出せたら多分出るよね。ね、顔かわいいって。出れちゃうね。でも今日はやばかった。全部生。うん、パスタ。
かめっちゃタワーありがとうございます本当に。芝居人気もちろん違ってたよ。あ、気がなかったことに。そっか、これあんまり言っちゃいけないか。ありがとう。ね。見た。花なの？向こうで一番怖かった。本当？リーナさん、え、いや、ん？あ、あれはリーナさんのポジションでしたね。第6巻は。もう配信できないよ。あ、そうなの？いらっしゃった。8万分の、うん、なんかさ、始まる前からめっちゃ泣いちゃってて、本当にやばかったんだよね。本当に緊張しすぎてやばくて、どうしてって。だって私もう緊張とその立ち位置本当になんかやばかったから、うん、振りもやったことないところばっかだったので。あと25,000、すごっ。褒めかぶり、いや私多分合ってったんじゃないか、合ってなかった、大半ポジション合ってたと思ったんだけどね。え、カメラ抜かれてた。え、達成した？何？え？新曲披露は違う、あのなんか花あのん？みゆちゃんのポジションに入るっていう風で。え、本当に30問、え、マジ？アバター、俺アバターなんですか？え、本当に、ほんと、え、目標は1位か2位できるのかな。そんな1位か2位って、そう、ありがとう。めっちゃ人参美味しいんだけど。ありがとうございます。昨日からなのに。ありがとう。これ何ドレッシングなんだろう、美味しいかな。ありがとう。盛り上がるならこっちも投げやすい。盛り上がる、盛り上がる、なんだろう、盛り上がる。うおお、ちょっとやばいやばい。多分自分で考案するやつですね。なんだろう、盛り上がる。あ、美味しいドレッシングでした。
じゃあ私の靴の紹介をしてあげますね。レッスンシューズ、こちら。これは高校の時に使ったやつだから、倉本って書いてあるんです。新人枠6位ですか。でももうさ、やばくない？だってもうさ、だってさ、そう、靴の紹介でした。盛り上がりました？バレーで履いてない、高校の体育で履いてました。うん、体育館シューズ。新人賞？何新人賞って、そんなのあんの。はなちゃん足は 24.5 から25です。同じやつ使ってた、運命じゃん。うん、足も手もでかい。バババババ。うん。そう、足でかいから、あ、態度もでかいって何ですか。いいや、これごちそうさましよう。ちょっとお腹いっぱいです。そう、え、一緒なの。そうです、そのくらいの大きさだから、もっと身長伸びると思ってたんですけど、夜更かししすぎたのかな。レッスンシューズプレゼントしてくれる？あ、届きました。誰からか。お、ありがとうございます。これから伸びないですよ。もうこっちは食べ終わった。こっちは、ね、お米がね、で今日はあのレッスンだと25かな。あ、そうだね、桜限定だね今日は。なんか、え、なんか誰からかちょっとあんまり分かってないんですけど、あんずさんがドーナツをくれて、意外とプレゼントまだ届いてない。ドーナツをくださって、ドーナツをいただこうと思います。うん、しかもドーナツ2個もらいました、今日頑張ったからって。うん、エンゼルクリームです。手紙出してください。ん、アンズさんとくるみさん、嘘でしょ。わ、ありがとう、さくら。うん、今日はスクランブルだったので。ん、待って、めっちゃ来た、ありがとう。うまい。うん、うまっ。夏もありがとう。で、ありがとうね、いっぱい桜とか団子とか。うん、今日は先輩がみんな、はなちゃん写真撮ろう、頑張ったねって。アバター何作ろうね、みんなと相談しようじゃん。みつきちさん、あ、来てました。明日また何送る。やった、星と靴のプレゼント。え、欲しいですよ、いろいろ。靴全部捨てようかな、自分が持ってるやつ。
うん、使わないのが多すぎてね。うん、多分先輩がやられてます。いやいや、なるほどね。めっちゃ桜ありがとう。いや、あのポスト今日の方がいいかな。うんね、昨日の夜もね、なんか今日はあのすごいお昼から自主練に行く気満々だったから、昨日の夜あの生誕口やばいでしょ。ありがとう。うん、昨日の夜はそのなんかお風呂に入ったら目が覚めてしまって、でなんか普通にゲームして夜やってたんですよね。さあブログをね送りました。うん、うん、でも明日も自主練しないとちょっとやばくて、制服の目えぐいので、うん、ちょっと肌はもっと信用されるようにならなければと思いますので。ではね、ポストではね、あの本当に私写真撮ってなくて、今日第6巻が初めてだったから、あそこ撮っただけで。え、ありがとう、すごいいっぱい。え、ちょ、これもいただきました、ハニーチュロ。あ、こういう味ね。でもね、 X だよね。なんかこれね、ハニーチロはなんかあのなんか私芸人さんの YouTube 見るの好きなんですけど、かまいたちさんのなんかランキングあるんですね。そのなんとかランキングみたいなので、なんか何だっけ、山内さんがこれを入れてました、ランキングに。で気になってたから食べたかって、でその山内さんはこっから食べてたので、ここに信頼置きすぎでしょって思いました。ブログ見てきた、誤字脱字の確認してないから、誤字脱字あるかも。なんかこう桜、今日リップが入ってるポーチを置いてきたんです。え、ありがとう。いつたわくん、え、里加穂さんソロライブ、ブログはじゃあ終わってすぐ書いたんです。ありがとう。でも今日は本当にそういっぱい食べる、本当にいっぱい食べてる今日。なんか緊張しすぎて、あの朝のあれしか食べてなかったんだよ、あの朝のコーンフレーク。ひめひめの空間風、ん、ひめひめ言い方、私ひめ言い方だよ。そう、グラグラで、で昼とかも緊張しすぎて何も食べてない。なんか立ち位置覚えてた。そう、意外と多かったです。一人です。勇気だからです。ありがとう。たくさん、まあこれで終わりですけどね、さすがに。たくさん嬉しい、ありがとう。うん。これがアンヌさんがくれました。うん、全然違う話になるけどさ、みんなクレープって最後まで食べきれる？
顔疲れてる。あ、ゴジラじゃなかった、変なとこもなかった。なんかすごいなって思ってたけど、シャンチュースかだ、え、わかんない、初めて食べた。え、そうなんだよ、あの私クレープ本当に最後食べれなくて、本当にお茶で流し込んでるいつも。スクランブルなのになんでみんなのスクランブル。うん、こっちゃん兄ちゃんとね、本当に出たい。量的じゃなくて普通にくどくなっちゃって、くどくて、なんかハティズニットありがとう。くどくてちょっと嫌だなっていうのは、嫌だなっていうか、その最後の一口までは全然いけるの。しかもね、花味がね、キャラメルとかが好きなのね。だからもうやばいんですよ、くどい NG に入るんだ。それだから多分、生地の味とかも、生クリーム好きなんだけど大量はちょっと無理かな。なんかね、生クリームとかバニラとかも、あ違う、これはもらいました。抹茶ね、美味しそうだよね。ちょっと甘すぎるんです、キャラメルヘビーですよ。キャラメルヘビーだし、あの、まだキャラメル味が好き。え、フラペチーノはいけますよ。なんか好きな生クリーム、嫌いな生クリームあって、あ、一気にいっちゃう。他の種類にすれば、うん、でもね、ご飯クレープ食べたいんだよね、ちょっと。でも生地がちょっと甘いからさ。ありがとう桜いっぱい、本当にちょっとずつ、わかる、ちょっとずつ食べたい。なんか上の方は美味しい、下の方のなんか重なってるクレープ美味しい。なんかだ、生地があんま好きじゃないのかもな。どうなんだろう、うん、多分そんな気がする。生地が甘い、あ、でもミルクレープとかも食べれない、小さいサイズわかんない。なんかこの間ブルーシールで頼んだんですよ。そしたらなんかバニラがめっちゃ美味しかって、バニラアイスが入ってるやつだったんだけど、アイスめっちゃ美味しくて、アイスなくなった瞬間にちょっとダメになった。ありがとう、いっぱい桜。でもね、ブルーシール本当に美味しいんだよね。ディッパーダン食べたことない。そう、ミルクレープ最後しんどいよね。タルトとかはいけるんだよ。追いアイスお疲れ様。そう、ブルーシール美味しい。え、タワーに、ニコタワー、ありがとう、ありがとう。そう、クレープの、まあ、まあね、私もあんまり、10時までやります、あの事務所に10時までいますって言いました。今何時ですか？本当にありがとうございます。うん、10時までやります。そう、クギキーハマー、え、うん、入れるよ。遅くなるけど、明日は何もないから大丈夫。ママ迎えに来てくれる。うん、ありがとう。でも名古屋は常に明るいからね。問題は岐阜ですよ。早く早く行くな。ママが駅までは迎えに来てくれます。自宅に帰るまでが怖い。どうもありがとう、桜ありがとうね。明日からまたお仕事、あー頑張って、頑張るわ。
胸に打たれたのとかすごい。電車で絶対寝るよ。母の地元田舎っぽい気がします。あれね、本当にえぐいの。私の地元街灯が少なすぎて、てか私の家の周りが街灯少なすぎて、あの家への近道を歩こうとすると本当にあのやばい、あの街灯なさすぎて本当に夜歩いたりするの怖いんだよね。しかもなんかでっかい工場とかトラック止まってるところとかいっぱいあるわけよ。だから、ね、工場じゃないか、トラックがめっちゃ止まってるところみたいなところがあるわけだから、そういうところからさ人出てきても分かんない。でしかもスマホのライトもさ、まあなんかまあ限度があるじゃない。だからあのそういう時はめっちゃ YouTube 見ながら帰ってる。 YouTube、 そう、住んでるとこ教えてようと思ったのに、忘れちゃった、じゃあ今度教えてね。そうだからママに、あのさすがに11時くらいはもう外歩くのやめてって言われた。だからいつも花、あの友達、あのコハピわかるでしょ、あの私の地元の友達、あ初めて聞く人もいるかもしれないんだけど、あの私の友達コハ、コハクちゃんって子がいるんですけど、コハクん家に行くときはあのいつもママが送ってってくれる。11時くらいに、てんてんてん、そう元気だよ。最近会ったかな、会った気がする。そう、私一回歩道されたことあるって話、歩道じゃないか、歩道じゃないけど、あの自転車11時くらいに漕いでたら警察後ろからついてきてて、止まった時にあの身分証見してって言われた。今日もスクラムかっこよかった、ありがとう、頑張ったよ、頑張ったよ。本当にやばかった。あのさ、これまださ文だからさ、あの大丈夫だけどね、あの文だから大丈夫なんだけど、あの実際言われたらね、えぐ泣くよ。自転車、そう、走、なんか友達ん家に向かってて、自転車乗ってて、多分行ったことあると思うけど、そしたらパトカー後ろからついてきてて、止まったら、友達ん家の前止まったら、あ、そう、多分11期生の皆さんです。ワイワイ盛り上がってます、かわいい、ありがとう桜いっぱい。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。祝辞される？え？どんな格好してるの？そう、あの私の自転車にまだ中学のシールが貼ってあるんですよね。あのあるじゃん、よくさ中学校とか自転車通学する人がさ、あのあれよ、あそう、アカペラちょっとここで歌えないから、そう中学のシール、あの剥がすのさ下手だから、剥がすの汚くなるの嫌だから剥がさんとこって思って、そうすっぴんだと思う、すっぴんだよ。そうだからなんかそういうの見て多分思ったんだと思う。ああいうのって光るじゃん夜ね、高校のシールも上から貼ってあるのあるあるだよね、かなりわかる。でも私高校は電車通学だったから。サンタバブ、ありがとう、ありがとう、二度目ありがとうございますね、すごい、本当にありがとう。こんばんは、うち電車通ってなくて花よりも田舎がいた、そもそも剥がれない、え、それな、剥がれない。だからなんかさ削ってる人とかいるよね、彫刻刀とかで、えぐいよね。ありがとう桜いっぱい、本当に、うんうん、いいよいいよ、ありがとうありがとう。え、何のお仕事してるの、すごいね、たつおもありがとう。スプレーか、そう私だからね、あのネームペンで名前とか書いてあったから、100キロありがとう、名前とか書いてあったから、それは
なんか年編で消しました。スクランブルお疲れ様ありがとう。そうパトカー巡回はすごいいいね、すごい本当にすごいぜ。台湾に住んでるのかな。あ、こっちゃんが配信始まった。みゆちゃん大丈夫かな。ありがとう、お疲れ様ありがとう。涙投げときますってどうもありがとうね。早く良くなるといい。いやあんま詳しく知らないんだけど、熱かな。ありがとう桜。あとはやだ、ドラマもありがとう。今日はちょっとね、え、12期30万達成してるのって誰ですか。そうね、風里と。でもね、みゆちゃん結構あの、そう見送り、そう今日の今日です、今日の10時くらいに言われて、あ、そんなそんなそんな、ありがとうね、そんな桜ありがとう。昨日から配信しなかったから、そうみゆ、え、どうなんだろう。でもありがとうだろ、まあ、そうそうそう、季節の変わり目、最近急に暖かくなったからね。ふななんとここみんだけ、嘘、ゆあとかもじゃない、あ、こっちゃんも、ありがとうさくら、こんばんは。さくらありがとうね、今日暑かったよね、やばかった。あ、そう、30万。私でいいの。何が？あ、スクランブルが？私でいいのっていうか、え、できるかなって思った。普通に。え？だってあと、え、で、出発何時なんでって言われて、え？これ、急いで行っても、練習時間1時間くらいしかないっていう。状況になった。え？って5位に花なの？ランクが上がった？え、ありがとう。そうなんか、ほん、まあそのそうですね、でもそう本当に時間がなくて、でもうなんか本当になんでできたんだろうね、わからない。ずっと立ち位置表見て番号を覚えてみたいな、本当にやばいね。晩は食べてたからウォーキングできた。あ、お、劇場でのリハだけに近くない？何が？あいつの花感じるとかいや本当に頑張ったけど、でもなんか今思っ、ぶつかってない気がする。今思ったらでもホログラムできたなって思うよ。ホログラムできたし、アンテナも頑張ればできたんじゃないかって思う。30万以上、ヤニャン、こっちゃん、コミン、ハナ、ありがとうございます。そんな、ありがとう、ありがとうね。そう、で、まあなんか、なん、電車の中でずっと見て、団子ありがとう。購入するこの電話だけど花の可能性。いやー嬉しい嬉しい。あの電話来た時、なんだろう、私怒られるのかなと思った。なんかなんかあったっけみたいな。え、でも多分ね、あのあれだと思うの。だから熱とかってさ下がったりするじゃない。だからその判断が難しいんだと思うよ。だから配信で、なんだなんだなんだ、なになになに、ありがとうさくら。あ、怒られる。あ、そうだってしてないけど、電話来ること初めてだったから、長野にいたから回ってきた。
あれこっちゃんってあのポジだっけ。あーそういうこと、プライ狼とプライドがってこと。こっちゃんってさくらさんと同じポジションじゃない。4タワー分最新途中の停止の時に、そう、こっちゃんみゆちゃんかぶってないよ。みゆちゃんはさつきちとかぶってるんだよね。さつきちと同じポジです。で、さつきちからも LINE が来た。なんかごめんみたいな、怒られたのかとビビった。本当なんかさつきちがちょっと用事だったみたいで、もうなんか出先だったっぽくて、そうそうそうね、こっちゃんとみゆちゃんやってるね。そうでもね、助かった本当に。私一回あの大六くんは振り入れしてたんだ一回。ありがとうさくら。いやでもね全部出れなかったから、本当はねジェラシーとか出たかったんだけど、最初から出る人だったからさ。でもやっぱりセリとかあるから怖いなっていう。うん、分かんない本当に。私がそう、もともとあのテストの前駆け込むようにとか、もともとテストする前は第六感だったんだよね。そうでも親戚が今日車で送っててくれたんだけど、ピンチはチャンスだから覚えなって。俺もごめんね、はぁ、見てほしかった、ありがとう。でもなんかうまくチャンスにつなげられたかはちょっとわからないけど、もうなんかめっちゃそう第六感だから、なんとなく他よりは自信があったかもしれない。あ、うっかり降りてこすり上がったら見てたあれだよね、あの詩人、詩人、あ、親戚は花が入ってからすごいいろいろ買ってくれてます。求人展示ユニット目がついた、ありがとう。一緒のことが大事、あ、本当にありがとうございました。でもね、出れなんか断る選択肢は正直なかったんだって。でもこれでお、なんていうか、あったこれで、でもなんか断ったらだってもうダメじゃない、もう話回ってこないでしょこれから。上も倉本、どうなんだろう、ありがとう、よかった。第六感衣装さ絶対嫌だって思ってたけど意外と可愛かった。なんかすごいなんかやばいかもって思ってたけど意外と可愛かったです。あのその短いじゃん、ダンスばっかり疲れもん、そうそう、諦めたらダメじゃん。てかだってしかも花さ公演全然最近なんだろう、全然最近公演出れてなかったから嬉しかったです。でもマジで本当にもう今日は泣きすぎた。もう最初からすっかり研究生、本当どんな感じ、ありがとう。8回目わかんない、はーちゃん頑張ってるからこっちも、ありがとう。似合ってた、そう、あれめっちゃ可愛くない、なんかしかも私緑でよかった、緑可愛い、ありがとうさくら、ありがとう。なんかペンギン、そうだからね嬉しかったですよ、声がかかったのが。そうもうめっちゃ泣いた、本当にえぐ泣いた。もうなんかもう無理しなくていいからみたいな、なんかみんながなんかもう
もう本当に無理しなくていいからみたいな。膝つきとかいろんな人が気になって、ああなるほどね、ゴトラジオもサンダースクラブで、そうなんだ、普通に出演メンバー、嘘、これが別に泣かない訓練、そう優しい、もう本当に優しかった、とかなんかもうニコッとかされたらやばかった、公演中。そう、怪我しなかった、泣きつかない、本当にねやばかったね。リーナさん嬉しかったね。じゃあ本当にね、なんか頑張らなきゃ、なんかもっと信頼を得られるように頑張ります。今回はちょ、次言われた時は本当に次は全部曲が出れるように頑張る。やっぱりさ、どのポジションでも覚えておくことは大事だなって思ったから、自主的に覚えようかと思った。じゃあ教えてみよう。え、そう、あ、オークムプライドか、オークムとプライドか、ありがとう団子、頑張るわ。ちょっと団子ありがとう、まもなく動く、動く疲れるで、いつでも出れる、そう、なんかどこでも出る、確かにどこでも出れます、強いよね。鉄はどうだ、枯れ羽ね先生、いつものが、そう、え、制服の目のスクランブルは初めてですか、初めてだよね、団子ありがとう、シーも声前体調かり、え、本当にそう、もう私今日喉やばかった、本当になんか大きな成長に、制服の目ですからね、自信が大事ってことはね、声かかった時に出れるね、先輩が言われたポジだけ覚えてたって出る、じゃあもう覚えなきゃ、やっぱり団子ありがとう、てか桜いっぱいありがとうね、本当にステップアップでした、声大好きだから頑張って、声一緒にのか、本当に花びら、あ、そうなの、じゃあもう抜かされちゃうかもしれないってことね。やばいよ、ありがとう花びら、こんばんは、そうだから、そういろんなポジを覚えることは大事だなって思いました、本当に。ラリ花び、花に花びら舞う、こんにちは、4位争い、あれ僕以外もう一人がいると助かるけど、ありがとう桜、ありがとう、こんばんは、明日社会人になるにつれ、社会人になる、頑張ってください、アンダーもね、そうだね、スクランブルが一つの指標、あ、そうなんだ、じゃあもうスクランブルで好きになるみたいなこともあるか、石油掘ってくる、石油掘ってください、ありがとう、火をかけすぎる、そうね、個別がね、ありがとう、なんか本当にいっぱい、なんか本当によかった、今日出るって言ってよかった、スクランブルと花が運を持って、確かになんか運がついてますね、私、桜ありがとう、涙見てると認めてくれる、受け入れてくれる人に優しさに、あ、本当、じゃんけんしてじゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、私はチョッキを出しましたって言ってください、石油すいませんか、石油ってさ、そんなに高いんだね、ありがとう、だから13ポジね、運、私なんか運あるね、本当に、お団子、お団子を集めたら何なんですか、お団、さ、花、どちらかといえば花びらかな、ありがとう、あ、そうなんだ、桜ありがとう、
そうみんな私がさ泣きながらお見送りしてる時にもう泣かないのみたいな感じだった。もう泣かないってめっちゃ笑ってた。初見さんありがとう、桜ありがとう、お団子も OK。 はい、うん、ありがとう、団子ありがとう。50万ゴールには有効だけど遠いので新人戦の桜花びら。確かに。お、中坂美恵さん推しだ。大学入学式のこと覚えてるよ。2位の NMB おそらく1位。本当にこんばんは。そう本当になんか、いやでも今日は本当になんかね、なんかてか私ゼロだと思ってたんですよね今日。あのサイリウム、まあ会っても2人くらいかなって思ってたら本当にありがたかった。こんばんは。いやいいよありがとうね。 DMMA で見てた、あれ嬉しい。 I'm from Indonesia。 イエーイ。そう今日はね、そうフォローありがとう。みんな応援したくなる。なるほどね、よかったじゃん、出てよかったよ。ありがとう桜。本当にえぐいな桜の量が。なあちゃん5位。そう5位です。今日の声見てます。スクランブル誰もできるもんね。ああ嬉しい、ありがとうございます。初見さんありがとう。本田ひとみさん推し。花の色嬉しい、ありがとう。でも今日全然見れてないんだよサイン。あもう本当にありがとう、ありがとうねみんな。第六感覚ありがとう。今日2人しかいないが、うん、本当にルクタワーありがとう。そうスクランブルです。ほらありがとう桜、本当にありがとう。ルクタワーだって今えぐい、知って納得しました。あそうだよね、いなくなっ、あの途中でいなくなったりしてたもんね、急に消えたりしてたよね。でもここずっとやりたかったんだ。ダッドダッドダッド、うん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 、行くって言ってた気がする。最後の時めっちゃ泣いてた。いやでも歌今日ちょっと下手だった気がするよ。その私やっぱりミゾンワイプよりちょっと苦手なんですね。思い出はいつも消えてゆき。フォローありがとう。あったなハマりがよく聞こえた。本当苦労も悲しいことも声お疲れ様ありがとう。桜ありがとう。その時はだけど笑顔で本当にね、本当にもうやばかったよ今日は。えぐやばでした今日。そう桜の木がたくさんです、ありがとう。万華鏡本当嬉しい。でもそうやって言ってもらえるの。桜ありがとう、いつもありがとう。そうでもちょっと私あの声が安定しなかった。上京するなんてってみゆちゃんマジで歌うまいなって思った。今日の公演は一緒の本当に思い出の頃、今日じゃないんだけど制服の前の綺麗な花咲くため、あ本当咲くため公演で必見ですがなかなか見れない。そうなんだよね、怪我なく終わった。そう嬉しい、ありがとうね。怪我はしてないです。あとあのさ、私あそこめっちゃ下手だった。ちっちゃん詩人のちっちゃん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 なんかその真ん中の踊る人たちいるじゃん、あれめっちゃ下手くそでした初踊る人。
寝る、おやすみなさい。かきれなが頑張ってくれたこともあって、そう、そこも初でした。やばかった、もうやばかったよ本当に。さくらありがとう。パートかぶってた時、ああ雨が降る日もですね。 MC はまあゆっくりからで、ありがとう。あくび何度もいる、ありがとう。こんばんは。早く見直したい。これめっちゃ楽しかったって書いてある。あつおもありがとう。花なんてなんて読んだらいい。花なんでいいよ。花なん、花ちゃん。つうメガホン落としたけ。いやバレてた。回った時にあの落としちゃって、全部メガホンでした。花の頃大きかった。花が4位に入ったらココミンが入賞できない。あーココミン、ココミさん、こんにちは。なな初音もありがとう。そうめっちゃねメガホン落としちゃったんです、今日のアーカイブ。あのなんか多分どっかにぶつかって、ぶつかっかきれな、なんか多分私のメガホンの持ちが甘くて、これちょっとかすれただけでコロコロコロンって。メンバー変更は今日の朝の10時ぐらいです。ありがとう。そう、そこらありがとうございます。確かにマイクは落としてないね。仲間の歌やばかった本当に。だってかきれながやばかった。なんかすごい。職員さんありがとう。客席感動しました、ありがとう。桜ありがとう。佐賀選手に8年ぶり全国まで折り目より歌えてたんで、え本当ですか、嘘だ。花組じゃないかな、本当にありがとうございました。そう、そうもありがとう。なくてちゃんと花を見てるよ。いや、いいね、ありがとう。ココミンとの差は2万ポイント弱。そうなの、ココミンとそんなに差が埋まったんですか。ココミンってでも50万達成してるよね。あ、そっか、じゃあタワーとかがいっぱいってことか。桜じゃなくてとか。歌感動した、ほんと。じゃあちょっとこれからもどんどん上手くなれるように頑張ります。ありがとう、さくら。でもなんか最初はあの泣いてた子って印象が多分先輩方みんな強かったと思うけど、どんどんその歌が上手い子っていう風なのもたまに言われるようになって、それも嬉しかった。歌めっちゃ自信あるでしょって言われてる。そうだね、まあまあまあって感じかな。裏切らないですか、頑張ってもらなきゃ成長できる。ありがとう、そんないい言葉を。そこらありがとうすごい歌詞いっぱい送ってくる。毎日上手くなっていくね、そっちを広めていきたい。そうね、さくらありがとう。カラオケめっちゃ行くよ、カラオケが趣味なんだ。ありがとう、どうもよいしょ。そう嬉しい、それが武器だと思って。そうドヤ顔しちゃうんです。よく泣く子すぐ泣く子、今日また上書きね。歌唱力の大会あったらいいんですけどね。なんかすごいあの SKE で歌唱力ユニットみたいなの作らないかな。最高得点、えでもえでも本当に日によるけど、最近は全然出ないけど97、8じゃない？あの本当に本当に得意な歌でね。どうもありがとう。でもなんか通常っていうの、通常が93とかですね。ありがとう桜。歌のユニットあったの？
なんかそういうの出ないからなんか癖もありがとう。すごいなんか文章の書き方がギャルだ。ありがとうさくら。そう泣き虫花ちゃんが一番。本当時間がないね。本当に歌うまい子岐阜の子リカちゃん好きだな。歌うありがとう。めっちゃ上手。個性ある。さくらありがとうね。そうカラオケ配信今何時ですか。え新人枠花ちゃん4位になったの。ほとんど90点以上。そうだね90点はいきますね。決定戦次回開催されたらもちろんやります。え女枠で入ってたの。そうなの。43分。あ10時まではやりますので。うん桜だとありがたいです。これミアビームにもらった。この子映しちゃダメかも。あの夢の国のキャラなので。これ何なんだろう。美味しそうなやつが出てきました。じゃーん。うん歌わりくると爆上がりする。ほんと何これでさ花ちゃんほぼ二ポジできるってことでしょ。そういうことだよね。あとちょっと覚えれば二ポジできるようになるってことだよね。うんなんかありがとうさくら。新人でも一番。え本当本当だよね。いやめっちゃそこらありがとう本当に。うんまあ4日はまだ内緒なんですけど。あでも今日のポジションじゃないです。4日はうんふん食べさせてね。うん、今日はスクランブルだからどうだろう。内緒です。初見さんに一曲。いいよ。あった。そう事務所。あじゃああれにする。昨日あのさスタンドバイユーな、あの何他の人に聞こえるから歌いたくなかったけど、まあ、歌ったこともあるって感じけど、あの先輩とかなんかいたからちょっと恥ずかしくて歌いたくなかった。大丈夫バッチリ本当。じゃああれにしよう。あの昨日あのスタンドバイユーあのあれだったから。でもちょっとあの声ちっちゃめだよ。歌えるかな。聞いたわ分嘘でしょ。美しく見えたんだ。
私初めてやった時、谷さんのポジだったんだ。そうにマフラー
っと無理じゃない、今日はありがとう、今日もありがとう、無理しなくていいよ、アンダー20年なんとかバスを見送りながら、こんな冬もやってじゃれう、何月のカンガルーこの中には君がいる、寒がりなカンガルー君のすべてを守りたい、何も言わなくたって二人の体温が言葉以上に難しいですね。アンダーニジウムやったし、オープニングアクトもやったよね。はい、終わり。朝の、違う、朝のお化粧配信してる時に電話がかかってきたんですよ事務所、いや10時じゃなくてもいいけど、10時じゃないと、あの10時までですよね、イベントで、ティーンズユニットの投票もよろしくお願いしますっていう。ボイトレとか、ボイトレはそう、帰れなくなっちゃう。ボイトレはね、この間初めて受けましたよ。そう、帰りの時間がちょっとあれなので、ティーンズユニットは23時59分までです。ティーンズユニットお願いします。そう、ボイトレだから今日頑張ってだって言ってくれてありがとう。そう、迎え行きます、発音もありがとう。そう、イベント21時59分、なんかみんな頑張ってくれて、自信持って駆け上がってかな、なんか想像できた。本当本当に毎日配信、そうだよ、今日まで毎日配信をしたんです、3月は。だからありがとう。あのちょっとなんか一緒になんかみんなでできるイベント、あのSKE のイベントがあってよかったです。そのなんか協力プレイ的なのあってよかった。深井部今日の優勝ありがとう。そう、ティーンズユニットもありがとうね。え、50万まであと5万400、めっちゃ5万円分くらい今の時間でなの。やっぱり圧倒的に入る。本当全然いいよ。34925、え、やばくない、そんなことあるの。あと1分じゃない、あと2分なの、やば。え、昨日から勢いすごいよね。なんかありがとう、ありがとうございます。本当にそう、個別も来てください。もう終わりですよね。上に終わりってくるんじゃない、ありがとう。なんかすごい、ハゾもありがとう、2度目の訪問もありがとう、ありがとう桜餅、いやありがとう。わかんない、終わりって出るかなって。そう、フォロワーさんも、フォロワーさんっていうとなんかちょっとさ、インフルエンサーみたいでちょっとなんか気まずいんだけどさ、フォロワーの方、あ、お時間でしたって、お時間です。こんにちは、ナナ証券さんありがとう。もっと良くなるかな、ボイトレ。そう、最近行き出してフォロワーで会ってます。フォロワーって呼び捨てするのがちょっとあれじゃんって思ったけど、フォロワーさんですか、フォロワー様。4200超えてる。あ、そうなんですよ。そうだ、4200人ありがとうございます。本当に超えました。今日桜ありがとうね、本当にいっぱい。定期的に行けると思ってますけど、どうなんでしょうか。団子ありがとう、桜の花びらもすごいいっぱいありがとう。本当だ、盛り上がり、え、
ありがとう桜のタワー。え？ガチですか？いや、ありがとうね。本当に大丈夫？桜タワー3個？え、これ含まれるのかな？え、ありがとう。え、そうだよね、10時過ぎたよね。すごい。ギリギリ間に合ったのかな。ありがとう。すごい。ありがとうございました。これさ、投票機能するとさ、ランキングってさ、ちゃんとしたのになるんだっけ。投票機能してみようかな。3個でやろう。投票開始ね。会ってみたい。投票したら何ですか、これ変わるの？これ何？髪やったら、今髪ないんだよ。今髪ないので、ちょっと明日の配信でやります。スクランブルさん、ありがとう。これってさ、投票終了みたいな、誰固定される、そういうこと。あ、誰に会ってみたい、あなたです、固定されるのか、そういうこと。全部投げました。あの、こういう感じ。あの丸でした。桜タワーって感じ。桜ありがとう。そうも、ありがとう。ちょっとじゃあ男女読もう。 OK、 固定されるってことね。13位がオオカミ、さつまいも持ったオオカミ、ありがとう。12位、リラックマン、ありがとう。11位、カニラスカル、ありがとう。10位、赤いロボット、ありがとう。9位、カキレナのうちわのアバター、ありがとう。8位、アマビエ、ありがとう。7位、パンダ、ありがとう。6位、緑のうちうちわ、ありがとう。5位、魔法少女、ありがとう。4位、テニスボール、ありがとう。3位、ハムスター、ありがとう。2位、キョムヒヨコ、ありがとう。1位、ペンギン、ありがとう。本当にありがとうございました。今日は本当にありがとう、配信見てくれてありがとうね。ちょっとこれは投票はどうやって終了。黄色が 34.9、 青が 34.8、 赤が 30.4 でした。ありがとう、本当にありがとう。みんな、あ、そうだ、来てね、ぜひぜひ来てください。24時間配信できる？24時までってこと。ありがとう。そう、1位と2位が僅差でした。ちょっと配信終わりますね。本当にありがとうございました。またね。じゃあおやすみ、みんな。ありがとう。ティーンズユニット投票してね。投票し忘れないようにしてね、お願いします。またね、またな、おやすみ、またな、バイバイ、またな、バイバイ、ありがとう、バイバーイ。